二人は服をきれいにしたあとドアをあけて中に入りましたまたドアの裏に何か書いてありました 銃はここに置いてくださいドアの横に机がありましたなるほど銃を持ってごはんを食べるのは確かによくない そうだほ、ね、かのおきゃくさんがおどろくかもしれないこんどはくろいドアがありましたぼうしとくつをぬいでください。 どうして脱がないといけないんだわからないけど脱ぎましょうふたりは帽子と靴を脱いで次の部屋に入りました 黒いドアの裏にはこう書いてありました。メガネと財布はこの箱に入れてください。ドアの横に箱が鍵と一緒に置いてありました。 こういうものはごはんとかんけいないけどどうしてかえるときにここでおかねをはらうからだと思うよなるほど。